二人呪って罠にかかったパパとママ。罠にかかったパパとママは、1961年のアメリカ合衆国のファミリー映画。監督はデビッド・スウィーフと、出演はヘイリー・ミルズ、モーリン・オハラ、ブライアン・キースなど。両親の離婚によって、互いの存在を知らずに別々に育てられた双子の少女が、両親を再婚させようと奮闘する姿を描いた、ホームコメディである。 エイリッヒ・ケストナーの1949年の児童文学二人のロッテを原作としているが舞台はアメリカに置き換えられている。日本ではパパとママは大慌てのタイトルでビデオリリースされたことがある。1998年にはリンジー・ローハン主演でファミリーゲーム双子の天使としてリメイクされている。また、米国では主人公のその後を描いた テレビ映画、ザパラントラップ2、ザパラントラップ3、ザパラントラップ4、ハワイアンハネムーンの3作が放送された。いずれも主演は、本作と同じヘイリー・ミルズである。主人公の両親を演じたブライアン・キースと、モーリン・オハラの2人は同年同月に公開された、西部劇映画、荒野のガンマンに主演している。双子の父親ミッチと、 財産目当てで結婚しようとするビッキー・ロビンソンを演じたジョアンナ・バーンズは本作のリメイクであるファミリーゲーム双子の天使では双子の父親ニックと財産目当てで結婚しようとする女性メレディスの母親ビッキー・ブレイク役で出演しているロッテントマトズによれば20件の評論の内高評価は90%に当たる18件で 平均点は10点満点中6.86点となっている。メタクレティックによれば4件の評論のうち高評価は3件、賛否混在は1件、低評価はなく平均点は100点満点中73点となっている。第34回アカデミー賞において編集賞と録音賞にノミネートされた。ありがとうございます。